こんにちは、JP です。今回はテレビくん2月号の付録、本物付録のシフトカー、シフトハイスピードテレビくんバージョン、こちらをレビューしたいと思います。このシフトカーは次号3月号から募集がスタートする応募者全員サービスの DVD で活躍するものみたいですね。どうやらこのシフトカーを使って仮面ライダードライブのタイプハイスピードに変身するみたいです。全身がシルバーに、これは木目調のタイヤですかね。どんな活躍するのか楽しみですね。そして今回はシークレットミッションステッカーが付属してますので、以前ご紹介したテレマガのシフトカーみたいにシールでかっこよく飾ることができます。せーの、ほっ。ボンネットはシルバーだけでストライプも入ってないんですね。形はシフトスピードと全く一緒ですが、タイヤとつなぎ目がレッドで、ボディがシルバー。しかも成型色がデラックス版のシフトカーに近いですね。裏面も赤がかなり鮮やかです。そして、あー、やっぱり雑誌の付録はデラックス版のバネ入りのワンタッチ変形が可能なタイプですね。これは嬉しいですね。それではシールを貼ってデコレーションしてみましょう。ストライプだけっていうのもシンプルでかっこいいんですが、テレマガに合わせましょうか。まずはボンネット、おー、一気にド派手になりましたね。そしてリアウィンドウも、はい、綺麗に貼れました。あとはドアですかね。こっちと反対側も、最後はここのシールですね。どっちも捨てがたいですが、うーん、びっくりマークいきましょう。はい、これでデコレーションが完了しました。おー、ド派手ですね。ボンネットの特上感のロゴもいいですね。それではドライブドライバー、ブレイクガンナー、そしてマッハドライバーで音声確認です。まずはドライブドライバー。ドライブ、タイプ、ハイ、スピード。おお、ディスプレイがびっくりマークになって、音声もハイスピードに変わってましたね。そしてシフトアップ。それでは必殺技。おお、走ってましたね。ディスプレイパターンも音声もシフトスピードとは全然別物でした。では続けてブレイクガンナー。ドライブシステム。やっぱりこれもシフトスピードと同じようにドライブシステムという音声だけでした。次はマッハドライバーですが、以前ご紹介した動画で訂正がありまして、テレマガは音声変わらないって言ったんですが、必殺技はオリジナルの音声が流れました。教えてくださった方ありがとうございます。どんな音かというと、フルスロットル、テレマガ、こんな感じですね。それではシフトハイスピードをセット。早いの前に超がつきましたね。そしてボタンを押すと、超早い、4回以上押すと、とても超早い、とても超早い、もうとにかく早いみたいです。そして必殺技、ちゃんとオリジナルのテレビくんという音声が流れましたね。ということで、ディスプレイパターンも音声も見た目もテレビくんオリジナルの要素が詰まった素敵なシフトカーでした。以上、テレビくん2月号付録のシフトハイスピードをご紹介いたしました。
最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また動画に関するご意見ご要望、高評価や低評価、その理由など様々なコメントお待ちしております。